っていうのを繰り返すのみ。そうです。水槽の選考は
もうまず感想通りしっかり7点から8点台ぐらいは絶対に取りに行かなきゃなっていうのがあったんで、はい、本当に感想基準に走ってきたっていう感じです。去年それからおととし、ここ筑波は実は鬼門、非常に相性の悪いサーキットでしたけど、これで変わりましたね。そうですね、まあ、去年もちょっとタイヤが外れてしまって、まあ、リタイア扱いみたいな感じだったんですけど、まあ、去年も、ね、いい走りしてたので、まあ、今年もまあそのジンクスはあったんですけど、結構自信満々できてたんで、本当に自分の中では有言実行できてよかったなというふうに思います。まずはラウンド1を制しました。もうすぐ明日ラウンド2です。ここはまあこれで、もう2勝を得たっていう感じで、まあでもね、そうですね、まあでも本当に完走基準に走って明日もまた取りに行きたいなと思いますので、本当に2勝を取って、北海道を乗り込んで、また去年の流れのように離島を制してまたシリーズ絡んでいけたらなと思ってます。わかりました。本当におめでとうございます。皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあそしてちょっと、悔しいのかな、何かトラブルがもしかしたら最後も響いていたのではないかというところを聞きたいと思います。第2位日比野選手にお伺いいたします。このトラブルはちょっと決勝戦影響してましたか。これが日比野だ。知ってます。怒ってますよ、もしかして。怒ってるよ。そうですよね、だいぶ怖いです。やっぱね、電気系で撮るって、はい、なるべくエンジンを壊したくないっていう部分と明日もあるんで、はいはい、だからなるべくね、その熱を温めているっていう時間が全くなく、はい、グリップもせず、はい、あんまりにもいい追走を見せれず、すごく悲しい状態です。ただもう原因分かってる、差してるけどもたえない。まあ部品交換して治るっていう予定なんですけど、はい、ちょっとは本当に戻ってみないと分かんないので、はい、応急処置で走っただけになってしまって、ちょっとね、本当に残念です。はい、でも日比野さん、はい、結局久々の、2013年以来の優勝が見えていたんですが、結局はまた第2位、単走も第2位。そうね。まあ、比べも同時に比べればもう大事やね。そうですね。だからもうね、本当に自分的には今回勝負するためにシルビア作ったんで、まあまあ、形になってきたのかな。これ相当戦えるということを実感しました。そうですね、まあ本当に昨日は初めて走ったんですよ。だからね、2日でこんだけ来れればもうちょっといい目標ができた、うん、まあ横井選手やっつければいいでしょ。そうですね、はい、はい、なんか見えてきました。はい、いや本当におめでとうございます。大臣、ギビロ店長選手でした。ありがとうございました。はい、それでは3名準備はよろしいでしょうか。明日もあるからね、それ考えて。そうですね、はい、はい、それではシャンパンをお願いします。カメラを待つよね、これね、これ最高に揺れるぞ。どうだ、乾杯。嬉しかった日比野さんの久々やから、日比野さん久々やから、こっちはめちゃくちゃ嬉しいですね。いいな。はい、おめでとうございます。はい、それではマラムさん、はい、次の日本グランプリシリーズラウンド1クマ暫定予想式を終了いたします。受賞された選手、チームの皆さんに今一度